バルター・シェレンベルク親衛隊上級大佐親衛隊上級大佐は国家社会主義ドイツ労働者等の親衛隊の階級 SS オバーフアラーの訳語の一つである。オバーフアラーは親衛隊に限らず突撃隊国家社会主義自動車軍団国家社会主義航空軍団といったナチス党組織に存在した階級である。ドイツ国防軍の少々と大佐の間に位置する 階級であるため、上級大佐もしくは、順将と訳される。もともとは、召喚の最下級の階級、すなわち、順将のような階級とみなされていたが、後に、召喚待遇の左官階級、すなわち、上級大佐のような階級とみなされるようになっていった。この階級から召喚を示すコートのシルバーグレーの下入り、召喚養成棒の着用が許されていた。 米英では訳さず、原文を用いるが、あえて訳す場合には、陸軍の階級故障を利用して、SSC アカーネルと訳される。新衛隊上級大佐は、一般新衛隊と武装新衛隊に存在した階級である。新衛隊准将とも訳される。新衛隊大佐の上位、新衛隊少将の階に位置する。警察業務にあたる新衛隊上級大佐は、 警察大佐の階級も合わせて持っていることが多い。突撃隊上級大佐は突撃隊に存在した階級である。突撃隊順庄とも訳される。突撃隊大佐の上位、突撃隊少将の階に位置する階級である。国家社会主義自動車軍団上級大佐は、国家社会主義自動車軍団に存在した階級である。国家社会主義自動車軍団順庄とも訳される。 国家社会主義自動車軍団大佐の上位、国家社会主義自動車軍団少将の階に位置する階級である。国家社会主義航空軍団上級大佐は、国家社会主義航空、国家社会主義航空軍団准将とも訳される。国家社会主義航空軍団大佐の上位、国家社会主義航空軍団少将の階に位置する階級である。ロビン・ラムスデンチョ。 ナチス親衛隊軍装ハンドブック71ページ ISBN 978から45620029297ありがとうございます。